シナモンのアボカド飾り。周りの人にこれやったらそのまま。最近ハマってるのは久保くんと。え、待って。こんにちは、みぽです。髪の毛仕事の都合で暗くなりました。暗くした途端ピンク髪が恋しくなってきたっていう。くそー。まあ仕事なんで、仕事なんでちょっと色落ちてきたら考えようかなって思ってるけど、今日は前にもやったことある企画なんですけど、カバンの中身紹介をしていきたいと思います。イエーイ。はい。え、前カバンの中身紹介したいつやろ。どこ？何ヶ月前やろ。6月とかかな、分からんけど、多分半年前ぐらい。まあ半年経ったら中身割と変わってるんじゃないかなと思って、最近のカバンの中身を紹介していきたいと思うんです。まあカバンも変わってるし、うん、半年前のカバンの中身覚えてないんですけど、とりあえずまあ現状皆さんにお見せしていこうと思います。こんにちは。肌荒れてるのバレてる？今日脱皮してるからちょっとごめん。じゃあ早速紹介します。じゃあカバンは間違えた。はい、カバンは、はい、このナディアで買ったエベレストやんな、エベレストのウエストポーチ。こうやって、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛くない？マジでこれ一目惚れして、マジで一目惚れしちゃって、もうこれめっちゃ一目惚れした。こんなピンとくるものあるんやと思って買いました。なんかもう色といい全部私の好みのカラーとなっております。柄までなんかこのおバラバラのカラー柄バラの柄ダジャレ。結構ちっちゃめなんですけど、こうやってまあ顔と比べてこんな感じ、まあ、顔でかい方なんでちょっとでかいかな。で、なんかまあ時とば PPO みたいな感じなんですけど、まあなんかいる時はこっちのサブバッグ、ビゴーのトートバッグも持ち歩いております。可愛いインスタグラマーが持ってそうなデザインです。紹介していきます。じゃあまずこっちの中身から、どっからいきますか、どっからいこっか。じゃあ、ま、結局面白いもの入ってないんですけど、前からいきましょうか。フロントオープン。あ、じゃあまずじゃーん、お薬パブロン鼻炎カプセル。これはやっぱ冬になってきまして、なんか風邪気味になった時はこれ飲んだらもう鼻水、痛鼻水がすぐ止まる。ママが教えてくれたから最近ちょっと一回風邪気味になってから持ってる。まあ、今全然平気やねんけど。鼻声治ったやろ。鼻声治ったんですよ。元から鼻声っぽい声なんですけどね。悲しくなってきた、涙出る。次はシナモンのピン止め、こうね跡がつかないピン止めみたいなやつです。これなんか本来このピンね、反対向きなんですけど、セットは何回もなくしまして、家にいっぱいあるんですね。そうだから、まあ、偶然今回は同じ向きみたいな、まあ、でも両サイドの向きあります、これ。はい、んでいくで。ボディミスト、ちょっと最近香水やめてみて、なんかボディミストに変えてみたんですけど、ちょっとボディミストでかいからこのなんとかなんとかに入れて移し替えました。見てこれ、ラメ入ってんねん、キラキラしてんねん、やばくない？もうやばいと思って、どこで買ったっけな、また紹介するんですけど、あ、
いい香りとなっております。でもお試し期間なんで、周りの人に好評やったらこのままこの香水っていうかボディミストで生活しようかなみたいな感じのテンションで一旦持ち歩いてる今こっちだけを。最近なめなめとかにハマってて、もうなんかもう星みたいな、なんか星が好きでもな、ほんまになんかな、そういうキラキラしたものとか好きやし、最近プラネタリウムに行きたい。前ずっとメンブレしてたんですよ、もうメンヘラ女子みたいな、なんか何に関してもすごいネガティブみたいな感じやったんやけど、なんかそれじゃあかんと思って1日かけてジムとカラオケとか、もう街をめっちゃ歩いたり、電車で帰るとこを全部歩いて帰ったりして、なんか一人で永遠に考え込む時間を作ったら、もうその日から楽しくて、マイナスに考えた自分キモーっていう考えになったから、すごいおすすめです。一人で考え込む時間を作ること。ほんま隅っこ暮らしの映画見に行こうとしてんけど満席あった。その日から星が好きになったの次行きまーす。ドゥン、これはもう毎回出てくると思う。京都の八坂神社で買った幸せお守りです。なんかこれ持ってたら幸せってか、いいこと起こるかなと思ってすごい大事に持ってるんですけど、結構なんか元はストラップついたり鈴がついてたりしたんですけど、なんか持ち歩きすぎていろいろ取れてきて、なんかごめんなさいって感じなんですけど、大事なお守り。もう小学校の頃からおまじないとかお守りとかすごい好きで、なんかお風呂の時とか好きな人の名字と名前、秋田小町さんやったら秋田っていうシャンプーして、でコンディショナーもこうマッチみたいな、なんかそういう感じ、そしたら両思いになれるよみたいな、そういうおまじないもなんか高校生までしてたし、そういうの昔から好きなんよな。なんかいっぱい話してたらもう前のポケットが全部落ちるので、次は真ん中の回を紹介します。まず財布、財布はグッチー。これは返事真面目のお誕生日サプライズの時に銀シャムと米村から、ほんまに可愛いしコンパクトやし、ほんまにありがとう。でポーチとか入れれる隙間がないので、もうコスメ自家入れなんですけど、これクリスマスコフレで紹介したイブ・サンローランのクッションファンデと、これお友達から誕生日プレゼントでもらったディオールのアディクトグロスの58番透明のキラキラのやつなんですけど、これと、あ、これもクリスマスコフレ、クリスマスコフレのシャネルのリップと、コスメキッチンで買ったコスキチリップ、こっちか、薬用オーガニックリップで、これがコスメ、ファンデーションとリップだけ持ち歩いてます。あ、でもなんか、あ、今日絶対メイク崩れるわみたいな予感がした日はアイラインとかいろいろ持っていく。はい、で次はこれナチュラルバーム N ドットみたいなやつ、ワックスやな。あとはこれ、このね、二重テープなんですけど、今は二重テープしてないんですけど、なんか時々映画とか見たらすごい二重がおかしくなるんですね。それをあの補う両テープ、マジでなんか三重みたいな感じやから、なんかすごいね、狂いやすいんだな、狂いやすくて嫌な予感した日に持ち歩く。もう映画とかはやば、映画は絶対嫌な予感、真剣にずっと目開けてるからかな。はい、じゃあ真ん中もこれでなんもないので、次最後一番後ろ見ていきまーす。まずコーム、前髪をね整えるときは一瞬で整えれるからね、薬局で買いました適当に。で次はシャネルの鏡、これ結構ずっと前からファンの方からいただいてずっと使ってます、ありがとうございます。かわいい、マジで。フリスク、フリーンブレスかな、パンチの効いてる食べ物とかやったり、ニンニクみたいな感じやったり、焼肉とかそういう
匂いがきつい食べ物やった時に、まあ予期せぬ時の場合にね、そのまま家帰るんやったらいいねんけど、なんか用事あったり誰かに会うとかあったらめっちゃ嫌やん。もうなんか無理、え無理ってなるやん。これぐらいの美味しい牛乳をコンビニで買って、それをもう一気飲みしてからの水飲んで、でこのフリスクを3粒ぐらい一気に食べる。もうそしたらもう口の中スースーすぎて痛い痛いけどバリ必死。4個ぐらい持ってます。食べとこう。次いきます。これかな、イヤホン、ブルートゥースのイヤホンやねんけど、これね耳の先っちょどっか行った。音楽ないと生きられへん人間やからこれでもつけてんねんけど、すっごい落ちるし痛いそう、あんま買いたくないねんけど節約してるから今。だから悩んでる。この先っちょを探すか、なんか多分指とかあるやんか。え待って、これかも。これガチでこれやったらマジで天使、天使でしょ、マジでこれっぽいねんけど。えマジでこれ絶対みんなにおめでとうって言ってもらえるやつ。え待って待って、あった、嬉しい、復活しました。今なんか奇跡が起きちゃった。普通に目の前にあってんけど怖っ。はい次はこれ、西名さんのステッカーが貼っている iPhone6S。 これ前の携帯やな。これはほんまに意味なくて、昔の写真を眺めるように時々持ち歩いてるんですけど、目意味は持ちもないけど結構まあ暇つぶしになるかなって感じで、こっちのカバンの中身はもう何もないですね。はい、えもう一個のカバンほんまにしょうもないけど、はい、まず MacBook。 結構 YouTube を正直あんま見てなかったんですけど、ずっと知り合いの YouTube してる子を時々見るくらいやってるけど、最近ほんまにいろんな人の見るようになって、最近ハマってるのは狩野くんと水溜りボンドさんと天智夢さんと、次は最後なんですけどこんにちは。すごいねぐちゃぐちゃだね。はい、パソコンの充電器です。はい、しょうもないやろ、これで終わりです。はい、全部紹介し終わりましたってことで、まあでもね、何よりカバンがすごく可愛くなりました。最近カバンの中身見せてほしいというリクエストもらったからやったんですけど、まあこれからもちょっとやってほしいことあったらリクエストください。じゃあこれで終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。バイバーイ。